ルミコと天間さくら子の我が家へようこそ。こんばんは、ちょっとおちゃめなママ役の天間るみこです。ただいま、ちょっと天然キャラの娘役の天間さくら子です。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。雨ばかり降っておりますが、本当ですね。今日少しだけ晴れ間が見えたけれども、朝はね曇りで始まりましたから、ね、この間ね、川崎の多摩川の花火、はいはい、私のね知人行かれたそうなんです。そして、あの雷に打たれて2時間2000発っていうねニュース見ましたけれども、大変だったっていう。そりゃそうですよ。せっかく行ったのにね、気の毒だったし、まあ、何よりもね安全に帰ってこれたことが良かったんだけど、中にはねちょっとあのビリビリするなんて症状を訴えた方いらっしゃったって言ってたんだね。見たいじゃない花火ね。だからね、皆さんどうだったかなと思って。桜子さんどうですか毎日。もう気分が沈みますよね。気分沈みますね。あのね、ツイッターとか見てると、うん、あの雷が川に落ちるとどうなるかみたいな動画がね、うん、あの載ってるんですよ、うん、それを見るとやっぱりね、自然のこの脅威というか威力ってすごいなって思いますね。あ、そう、私、うん、あのニュースで花火が上がってて、その横に雷の稲妻がビカビカビカってなってる写真見た。へえ、そんなのがあるんだ、うん、撮れるんだ。撮れちゃったんだって、花火を撮ってたら。なるほど、すごいコラボレーション本当だ ね、うん、ね。雷が鳴り出すとうちのワンコが大変なんですよね。大変だったよ。もう私の膝の上に乗っかってずっと三点倒立状態だから足があざになっちゃって、もう相当怖かったらしいね。大きなお耳がついてるからね、多分私たち以上に遠くの雷の音も敏感に聞こえちゃうんですよね。大人でも怖かったもんだって、ね、あんだけ落ちるとね、自分の家に落ちるんじゃないかと思ってね、ね、まあ明日以降ね、なんとか天気が良くなってくれたらいいなって、多分主婦の人はみんな思ってると思う。洗濯物も乾かないし、うん、私がちょっとフラッシュるかもしれないので、おとなしくしてきますね。よろしくお願いしますね、はい、あんまり力を出さないようにおとなしくしておきます、はい、しててください。はい、はい、でその中でもね、私小さい秋を見つけました。小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけた。何でしょう、何だろう、キノコ。キノコも見つけたし、あのなんかお散歩しててね、公園で、うん、でね、あのトンボも見つけました。あ、トンボね、はあ、うん、秋だなと思って、あっという間に、うん、梨もなってた。そういえば、あ、そう、そう、浜梨って言ってね、横浜の梨結構ね名産なのよ。梨もなってました。え、人のあの家の庭に、うん、庭に、うん、すごいお庭ですね。ね、もう古い家だったから、うん、多分もう何年もなってるんでしょうね。まあ、小さいよ、すごく小さいけどね。庭で梨取れたらいいですね。うん、ね、うん、あの山梨って言って、あのなんていうの、本当に山に自然に生えてる梨は小さいんだよね。あ、そうなんだ。うん。あんなあのこう売ってる梨みたいに大きくないの。だからね、まあ、横浜の梨は大きいですけど、そこのお家にあったのはどっちかっていうとそういう感じ、小さかったけどね、うんうん、あとね、散歩してて100歳アジサイを見つけました。私が勝手に名付けたんだけど、うん、あのね、アジサイがいっぱい咲いていて、ほとんどがみんな枯れちゃってるの。なのに1本か2本くらい薄い色で綺麗に咲いてるの。長生きしてる。あれ何なんだろうね、何が違うんだろうと思って。後から咲いたのか、小さめで小ぶりなんだけど、なんか別な意味での粉が儚さとか美しさ。晴れ間がないからそうなのかな。だから勝手にね、長生きだから100歳児さんって名付けてんだけど、うん、写真撮れるといいんだけどね、なかなかね、ウォーキングしてる時とかっていろんなもん持って歩くと重いから、うん、持って歩かないので、携帯も何も持ってなかったから写真撮れなかったんだけど、うん、そんな景色を。散歩してると結構面白いことに出会うよね。そうね、出会う出会う、うん、いろんな虫もね、思わぬ偶然にね、そういるしね、いろんな虫ね、うん、カブトムシとかね、そうあのいるしね、もうお亡くなりになってましたが、うわー大きいのいたって思ったけど、うん、もう死んじゃってたけど、うん、
怒ってたり、そういろいろ見るよね、うん、だからちょっとね散歩は楽しい今の季節ね、うん、生き物がたくさんいて、私はね、うん、今ね、あの秋といえばキノコだし、秋といえば読書じゃない、うん、その両方を合わせ持ったキノコ文学大全っていう本を買って、うん、それを読んでるんですが、すごい面白い。あ、そうなんだ。最近ちょっとキノコに興味があって、うん、言ってたね、うん、ハマり出してるね、ハマり出してる、また研究始まっちゃうんじゃない読めば読むほど謎が増えていくっていう感じで、ね、未知の、あれ植物じゃないの、なん菌、植物だね、菌だね、うん、今までは植物のカテゴリーに入れられてることが多かったけど、本当は植物じゃないんだよね。植物はあの太陽とかさ、無機物から有機物を作り出すじゃん、うん、光合成してっていうこと。キノコは有機物から無機物を生み出せるから、うん、全然違う、全然違うんだよ ね、なんかもう生き物っていう感じだよね、うん、ちょっとねちゃんと読み終わったら、うん、これまたお紹介してくれる、はい、お話ししたいと思います。私もね本って言えばね、今あの桐野夏生さんにハマっていまして、はい、それで夜の谷を行くっていう本と濁女っていう、両方とも桐野さんの作品なんですけど、はい、それをねセットで読むといいよっていう風に聞いたのでセットでまず読みました、はい、でなぜセットで読んだかっていうと時代背景が同じなんですね、うん、まあ、いわゆる私たちよりちょっと上の世代の方で団塊の世代って言われる方の青春を描いているんだけど、私なんかは子供の小学生の頃にそういう話をこう聞いていた、だけど子供だったからあんまりこう背景みたいなことはよくわからなかったから、うん、ちょっと知ってみたいなと思ってあの読ませていただいたんですけど、夜の谷を行くっていう方はね、浅間山荘事件がちょっとこうベースになっていて、あの頃の学生運動のことをいろいろ書いている、うん、そういう若者の青春で、同じ青春なんだけど濁女の方はジャズ喫茶に出入りしたり、このノンポリっていう言われるような人たち の、うん、あの青春時代を書いていて、同じ時代を生きた若者なんだけどこう全然違 こう思想っていうかね、うん、そういう生き方をしていくのね、生き方をした。で濁女の方が桐野夏生さん の、 なんていうの、本当のこう体験したこと、自分の人生を、うん、入れているんじゃないかと言われてるんだけど、なかなかねその時代のことがいろいろ、もう2冊とも読み終わったの、うん、そう同時に2冊を読み終わって、うん、そしてさらに今桐野夏生さんのデンジャラスっていう作品を読んでいて、これはね谷崎潤一郎さんのなんていうか人生をフィクションにして書いてあるのね、だからねちょっとそれはもうちょっと時代背景が昔に戻るんだけど、うん、それはそれでまた面白い。でなぜ谷崎さんに行っちゃったかっていうと、うん、NHK の朗読の時間の放送を聞いていて、うん、で谷崎さんの作品結構ちょこちょこ読まれるの、うん、それであちょっと谷崎作品いいなと思っていて、そしたらそういう作品が桐野さんが書いているっていうのを知ったので今読んでるんですけど、うん、まあ、読み終わったら桜子にも、なんか三島由紀夫もそうなんだけど、うん、谷崎潤一郎も、うん、私はあんまりこうメインで売れてる本よりはそんなに話題になってないこう裏小説っていうの、うん、あんまり知られて、谷崎潤一郎の中でもあんまり知られていない作品の方が意外と面白かったり、いい、ね、母を乞う木だったかな、うん、お母さんに対してね谷崎がこう書いてる本があって、お母さんっていいなっていうのをね、多分彼自身のもあれは思いなんだろうなって思うけど、うん、書いてるのがあってね、すっごいいいお話なの、短編なんだけどね、うん、こうあんまりこういう風に有名になってないやつの方が私はね面白い。じゃあ桜子ぜひ朗読劇かなんかをやってほしいな。本当ですね、はい、はい、では今週も暖かい我が家をテーマに川崎 FM79.1MHz より今に見立てた放送室からさまざまな情報をお届けします。では早速コーナーに移ってまいりましょう。ルミコ美人塾。このコーナーでは天間ルミコがライフスタイルの提案やブログに書いた記事について
お話しします。今日はですね、夏から秋へということで、はい、お香を特集してみたいと思います、うん、おいいですね。私もね、鼻がね犬のように敏感っていう風に言われてるっていうか、自分でそう思うんですよ、うん、あのね、一回ビトパパいるでしょ、うん、あのビトパパの匂いがなんかしたなと思ったので、あとを追っていったのね、その匂いのあと、うん、そしたらビトパパがいたのよあのビトパパっていうのはあのビトタケシさんですね、ビートタケシさんのモノマネをしてらっしゃるビトタケシさんで、たまにスタジオに遊びに来てくださるんですけど、すごくない？すごいね。でもどんだけ似合うの？あのね、なんて言うんだろう、柔軟剤の匂いなんだけれども、うん、いい匂いですよ、うん、いい匂いなんですが、すごいでしょ。すごいね。これビトパパの匂いだと思って。あ、そう。まあ、お香といえば、ほら、今の季節だとね、なんか蚊取り線香とかね、うん、なんかそういうイメージかもしれないんですけど、うん、今日は、あの、文化体験としてのお香っていうのを、ご紹介したいと思います、うん。で、まあ、あの、歴史はもう長くて、室町時代に確立された、香道って言って、茶道とか、そういうのと同じに香る道って書いて香道っていうのがあるんですね、うん、で、あの聞香って言ってね、聞くに香るって書いて聞香って読むんだけれども、うん、香りをね鑑賞する文化なんです。香りを鑑賞する、日本的だよね、なんて風流でしょう、はい、香りを聞くって嗅ぐって言っちゃダメなんだって、嗅ぐはね、うん、下品なんだってあの心を傾けて香りを聞くっていうのが行動なので、心の中でその香りをゆっくりと味わう、そういう日本的なものでございます。いいですね、はいはい、そしてその中で組香って言ってね、組に香る、何組っていう1組2組の組に香るで組香って言うんだけど、香りを聞き分けて当てるゲーム形式になっているもうお作法っていうかね、そういうのがあって、私はね、うん、これを経験体験したことがあるんですよ、この組香を、うん、すごく良かったので今日はちょっと紹介しようかなと思ったんですけど、で、あの香木にはね種類があります。このあの紋香とかに使う組香に使う、香るものってのは 木でできているものなので、香る木って書いて、香木の種類がいろいろあって、うん、まあ、沈むっていう字に香るで人工っていうんだけど、温めると香る香木のことをそう言っていて、まあ、東南アジアで多く取られます。で、谷人工って言ってはっきりと重厚な香りを出すものと、シャム人工って言って甘い香りを出すものがあります、うん、そしてその人工の中でも最も高級なものにキャラっていうのがあるのね、うん、これはちょっと難しい字なんですけど、でも皆さん多分聞いたことはあると思います。で、なんと値段が金に等しくて 1g45,000円ほどです。すごいね。で、ベトナム産しかないので、ベトナムの一部の地域でしか取れないので、とても希少価値があるものです。あ、まあ、スパイスみたいなものなんだろうね。そうね、うん、で、どれも鎮静効果があるので、まあ、あのぜひ一度ね体験していただけるといいなと思ってご紹介しております。それではあのちょっとその先もうちょっと詳しいお話をする前に一曲いきたいと思います、はい、安西マリアさんで涙の太陽。
安西マリアさんで涙の太陽を聞いていただきました。太陽が出ますようにって、うん、いいね、元気出たわ、ね、元気出たでしょ、はい、いい曲でしょ、はいはい。ところで先ほどの行動のお話に戻りますけれども、どういう風にじゃあ聞き分けるかっていうとね、うん、六国五味って言って、まあ、産地みたいなもんなんですけど、いろんな国から来てますよね。さっきほらキャラはベトナムって言ったでしょ、うん、あとラ国ってタイ、うん、マナバンなんてベトナム、それからマナカ、うん、マラッカとかね、そういう名前がついていて、六国、そして五味っていうのは香りを味覚に例えて、辛いとか甘いとか酸っぱいとか、そういう風なので聞き分ける。これチョコレートとか聞き酒とかそういうのと本当一緒なんだね。そうね、もしかしたらね、そういうの私体験したことないからわからないけど、うん、似たようなそういう香りに味を、うん、味をつけていくっていうことなんでしょうね。で、まあいろんな、なんていうのかな、やっぱり道って書くぐらいだから流派もあったりするんだけれども、秋だったら菊合わせ香とかね、秋らしいでしょ。何この菊合わせ香。菊合わせ香っていうその聞き分けのなんてルールみたいのがあるの。へ、うん、あ、こういうルールでやりましょうねっていう、ていう、そう、種類何、3種類当てましょうとか5種類当てましょうとか、ゲームみたいにして、ね、ゲームみたいにね。で、あと源氏香って言って、桜子さっき話したら知ってるって言ったけど、光源氏のあの源氏なんだけどね、うん、独特のマークでその5種類のお香を聞き分けるっていうのがあるのね。で、あのマークって本当日本独特で、ちょっと今のあのオリンピックのマークもあそこから来てんのかなっていうような色味とか、うん、こうイメージがね、文様というかね、そうね、うん、うん、よく手ぬぐいの模様とかね、そういうのになってそうな、まあ、あの本とかネットでちょっと調べてもらうと分かると思うんですけど、うん、そういうものを書いてる、ね、ね、そうね、源氏が、まあ、付き合ったというか好きだった女性たちの名前を香りに当てはめてるわけでしょ、うん、これこそ美しい日本だと私は思いますけれども、ね、それで、まあ、皆さんがじゃあちょっとね、ここまで行くには1500円ぐらいでね体験はできるんですけど、うん、ちょっとここまではいろいろお道具も揃えなくちゃいけないんで、自分でやるにはちょっと大変な、道具もね、そうなの、必要なのね、いろいろ必要なので、まあ、体験教室行けば全部揃ってるところで教えてくださるんですけど、じゃあ手軽に何かできることはないかなと思ってご紹介するのが、踏み子って言ってほら桜子使ってるよね、京都行った時お土産で買ってきた、お手紙の中にちょっとこの香りのついたしおりみたいなね、そうそう、かわいい、シールぐらいの大きさの、それを入れる踏み子っていうのがあるんですよ。で、それはもう数百円、さっきほらね、お子は高かったじゃないですか、 もちろん安いものもあるんだけれども、でもこの踏み子だったら何百円で手軽に香りを体験できるので、うん、あと着物を着るときに入れるものもあったりする、ね、そうね、そうそうそう、ちょっと名前わからないんだけど、うん、袋、巾着の袋みたいに入っていてね、うんうん、あ、それは大体ね、白檀とか聞いたことあるでしょ、うんうん、そういうのが温めなくても香るお香なの。あ、2種類あるのね、そう、温めるものと、その香木っていうのはやっぱり温めないと香らないので、うん、白檀っていうのはそのままで香るから、割とそういう温めないで使うものに使われている香りなんだけど、きっと皆さんね、あ、この香りねって、おばあちゃん家の香りとか、そうなの、おばあちゃん家の匂いなのよ、なんか思い出がこう重なるような香りで、そう、着物とかが入ってるタンスの匂いというのかな、そう、ね、昔は防虫に結構使われていたので、うん、そういうイメージかもしれません。まあ、どちらにしても香りはとてもリラックスできるので、夏場ねちょっとムシムシしてちょっと精神的にもイライラするなーなんていう時には、ぜひお香でリラックスしていただいて、さらに日本文化ということで、まあ、英語も大事だけれども、ぜひこういうのもね体験しておいていただけるといいんじゃないかなと思って、うん、本日のルミコ美人塾はお香を特集いたしました、はい、それでは天満ルミコの曲を聴いていただきたいと思います。ミスターシャドウ、心へ来るんじゃないよと、
日平尾先生の後を追うように亡くなられた山川圭介先生の作品なので、今日はご紹介させていただきました。天丸美子でミスターシャドウを聞いていただきました。はい、視聴者の方と一緒に番組を盛り上げていきたいなと考えています。メールアドレスは tenma@grace.ocn.ne.jp です。ぜひメールやご感想をお送りください。毎週火曜日18時から18時半まで放送予定です。番組情報はアメブロでもご紹介予定ですので、ぜひチェックしてください。そして LINE スタンプができました。ルミちゃんスタンプで検索をしてみてください。この番組は安心安全信頼をモットーに、不動産とリフォームのことなら株式会社アースリーの提供でお送りしました。くん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 、いい匂いしてきたな。はい、今日ねエプロンするの忘れちゃったから、うん、そうなの、私に指摘されてようやく気づいたわね。もう終わる頃に指摘されても今日の晩ご飯はね、うん、鶏もも肉の、煮込みっていうのかな、をいい、ね、作ってみました。もうお鍋に入れておくだけで出来上がるっていうものなので、あのさ、セロリ苦手な人でも食べれますね。うん、作りましたので、はい、一緒に食べましょう。はい、今日も天丸美子の化粧前を聞きながらお別れです。お相手はお茶目なママ役の天丸美子と天然無線役の天馬桜子でお送りしました。来週もお楽しみに。バイバイ、バイバイ。本当にお茶目だったわね。化粧さりげなく顔を